いや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 、荒れる荒れる、コメントが荒れる、そんな言ってたら、ごめんごめんっていうのもう鳥肌立ちました。いや俺も泣きそうやわ、かっこいいみたいな入れて、うわ、ババババーンって、バババババーン伸びるって思いながら久しぶりです。お願いします。篠山キャプテンにお越しいただきましたけども、はい、まあ、ちょっと僕は、まあ、今回ワールドカップ篠山竜青の成長というか進化というか真骨頂なのかもしれないけど、経験を積んで変わったなという、もうなんか世界のフィジカルとか当たりをとかを経験して、あ、これぐらいはもう全然経験済みですよ、はいはいっていうような、なんかね、ちょっと本当に一段二段変わったように僕は感じたんですよ本人的にその辺はなんかこう手応えというか変化ありますか、はい、ワールドカップを経験して今回。ああ、まあでも余裕はやっぱり出たかなと。明らかに出たよね、はい、全然違うことない。そんな1大会で変わるもんなのっていう、そのやっぱしかもさ、若手やったら分かんない、でももう日本代表のキャプテンも務め、ありとあらゆる経験してきた人たちが、辻君ミシエットやってんの。ごめんなさい。先生元気ですか。もっとレギュラーみたいな。ちょっと出てくださいよ。早く言ってください。何してるんですか。早く出てください。何年なんか僕調子悪いから聞いてたら僕に声かけてくれないですか。絶対そうだ。俺はみんなの空気を感じ取ってんぞ。ちょっとじゃあ近々お願いします。はい、また戻ってくるんでしょ、でもどうせ。何やそれ。というわけで。スイッチえぐいな。今余裕が出たというところはあると思うんですけど、はいはい、どういうところからそういう余裕が生まれてますか。いやもう単純にすごい人たちとマッチアップしてきたので。うんうんうん、自然と出ますよやっぱり。あ、そう、はい、だって代表入ってから、うん、まずオーストラリアでデラベドバとやって、うんうん、アルゼンチンとやって、カンパッソ、はい、ユーロ MVP とやって、うん、シュルーダーとやって、あ、ドイツ、はい、サトランスキーとやって、えぐいなえぐいなで、その後ケンバウォーカーとやって、でもケンバウォーカーにも全然遜色なく、いや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 、荒れる荒れる、コメントが荒れる、そんな言ってたら、ごめんごめん、ちょっと盛りすぎたなでもガンガン言ってたやん、はい、あれはちょっとすごくなかった。それでもやっぱ飲まれてたなと思いますよ。あ、そう、はい、ほんま、はい、まあ、あの試合は本当、いや途中で骨折しちゃって、あの出れなくなっちゃったんで、そこは本当悔しかったし、本当に殻破って、とにかくやろうぜっていうスイッチをしたのが馬場だと思うので、あの試合に関して。確かにそうね、そういう、そこに関してはサマーリーグでいいスイッチが入ってたよね、はい、だからそれにもっともっと自分ももう一回後半ついていきたいなっていう思いもあったし、でもそのスイッチを自分も一緒に押したかったというか、ワールドカップ入ってポゼッションの数を減らしたいということで、やっぱり少しハーフコートオフェンス中心に、あの日本をやっていこうっていうプランだったんですけど、なんでポゼッションの数減らすの。やっぱ失点がどうしても多くなってしまうっていうのがあって、まあそのジャパンマッドネスの時からやっぱ失点の多さとかスリーポイントの指導数、打たれる本数っていうのはやっぱすごい多くなってて、なるほど、でもやっぱ案の定ハーフコートオフェンスやっても一個一個のスクリーンが壊されてしまうとか、ディナイが激しくてボールの出しどころがなくなってしまうっていうので苦しめられたんですけど、まあ、そこでやっぱりプランをそのもう関係ないって言ってどんどん走り出したのがあの雄大だったので、そこのところの気づきとか、あのやっぱりそれでも武器はファーストブレイクだから、もっともっと出してもよかったっていうようなあの思いはあるし、アメリカ戦はやっぱりそういう悔しさというか、いや後半もう一回出たかったなっていうのはやっぱありますね。そうなんや、なんとなくこう満足して帰ってきたかと思ってて、はい、舐めてた、ごめん。そうか、あ、僕らがですか、うん、あれ僕らがというか、その一部のメンバーがね、はいはいはい、うん、実際さ、あの終わってからさ、世界にさ、はい、やっぱこの日本の魂は篠山竜青だったとか言われたりとかさ、はい、あーなんか、はい、ありましたね、うん、そういうアメリカ側の、そうそう、はい、ね、はい、コーチ陣がそう言ったとかっていうのも、はい、で僕らもちろん感じてたし、はい、でそれやってくれるだろうっていう期待もしてたから、だから
なんか満足してるのかと思ってた。で嬉しかったでしょ、でもそれに関しては。それはめちゃめちゃ嬉しかったですよ、ね、はい、うん、あれ言われて、うん、いや勝てなかったんで嬉しくないですとか言うやつがいたら嘘言ったら絶対嘘つく。それはもう絶対嘘。あんな言ったら普通嬉しいです。みんなの気持ちが折れようが、どんな展開になろうが、俺だけは絶対気持ち折れずに行くんだ、俺が日本を引っ張るんだ、背中で見せるんだっていう思いはめっちゃあったでしょ今回。ていうかまあそれが仕事というか、うん、あのなんで自分が選ばれてるのかっていう考えた時にやっぱそういう部分であったりとかだろうなって思ってたんで、だから多分そこはなんかもう最低限やらなきゃいけないって、僕が折れてたらじゃあ何しに来てんのっていう感じがあったので、そんな思いもあの日本一丸という言葉には込められてるんですか。まあ、あの言葉はやっぱ予選で4連敗した後の会見で辻と一緒に考えてあの書いたんですけど、今までの日本代表ではダメだとか、八村がいるからいけるとか、ニックが来たからいけるんじゃないかとか、なんかそういういろんなこう外からの声であったりとか期待であったりとか、まあなんか方向がいろんな方向に向いてるなっていう感覚は自分の中で少しあって、チームで一つになってやりたいっていう思いはやっぱあったと思うし、ちょっと中にいてそれを感じてたんや。そうですね。で今までそういうそこまで注目されることってやっぱ正直なかったし、代表がそういう中で、まあ、みんな外からのこう変化にストレスを抱えてた時期もやっぱあったと思うし、まあ、今回のワールドカップも多分そういうものも少なからずあったろうなとは思います。良くも悪くも浮き足立ってたんや、今までとはちょっと違う空気感だった。空気はあったと、でまあだって21年ぶりのワールドカップなんで、いつも通りやれないっすよ。うん、そうやな。はい、そうやな。そんな言ってても、はい、だって僕ワールドカップ出るなんて思ってなかったですよ、子供の頃。そうやな、はい、プロの選手になるとも思ってなかったし、あそう、へ、バスケットで大きい会社に就職して実業団でプレーできれば一番の成功だと思って、あそう、日本代表として私ワールドカップ出るとかオリンピックに行くなんてことは本当小学生でも言えなかったです。ああそう、 はい、あんな夢にキラキラしてる頃でも、夢にあの頃でもいやワールドカップとかオリンピックちょっとね置いといて、現実的な子やな。それがワールドカップであれだけの活躍をし結果を残したと。結果は残れなかったですけどね。あま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 あそうね。まあそうね、うん、はい、まあ、引退して、うん、コミュニケーターとして呼ばれて、うんうん、篠山流星の下に、うん、あのワールドカップ出場メンバーって入った時に、うん、あやっぱ出てよかったなって思えるんでしょうね。そこまで見越してるね、でも、はい、その肩書きを勝ち取れたっていうね、後々、うん、響いてくるなっていうのは感じです。やっぱ結果出なかったんで、うん、まあそれこそ厳しいこともたくさん言われましたし、うん、苦しい思いしたメンバーもたくさんいた中で、うん、まあ、でもやっぱワールドカップ出場メンバーって言ってもらえるのって、うん、この12人だけだし、確かにすごいことです。全然胸張って帰ろうぜっていう感じで、はいはいはい、特にその僕らバスケファンとしては非常にやっぱ熱くなったし、結構世の中的にえ日本代表今めっちゃ強いって聞いたけどこんなもんなみたいなコメント人もいてるけど、はい、我々からすると、はい、むちゃくちゃ現状把握できたよね、何をしなければいけないのかっていう、はい、目標しっかり見えたよねということでは非常に意味のある大会で、はい、そんな中でやっぱ八村、馬場、渡辺、篠山ってこの4人がまあやっぱ誇らしかったけどね。そこのメンバーに自分入ってあるの？入ってる。それめちゃくちゃ入ってると思うし、一番収穫あったんじゃない今大会で言うと。どうですかね、まあ、他のメンバーでは分からないですけど、八村君と馬場君も多分すごく大きかったと思うし、はい、渡辺君はしっかり実力示した感じだと思うけど、俺個人的に言うと流星相当収穫あったやろ今回と思うねんけど。収穫はまあでも開幕戦とかはいっぱいやってて、うん、宇都宮さん相手でしたけど別人やったで、まあ、いいプレーができたなと思うし自分で言ってくれない。その後ちょっとトーンダウンしちゃったんですけど、あ、まあ、それはでもしょうがないわ、その反動があるから絶対。そういう意味では今日本バスケ界にやっぱ八村、渡辺すごいいい風を吹かせてくれてる、はい、そうですね、それは間違いないと思います。やっぱこのワールドカップで近くで見て何か感じたものとか、はい、うん、ありましたか。戦いに行く時のその、うん、覚悟というか、うん、八村塁とかも虎になれって大学のコーチに言われたっていう言葉が結構有名になってるじゃないですか、はいはいはい、じゃ本当にまさにそういう感じでコートに入ったら戦う死闘というか、そういう覚悟を決めて
やってるというかを感じたし、ボールとか勝負に関して貪欲、はい、で、ユータもそうですよね、やっぱ最後モンテネグロ戦かな、うん、もう結構ニュージーランド戦でチームがトーンダウンしちゃってってなった後のモンテネグロ戦の試合前のロッカールームで急にこう叫び出して自分で胸叩いてっていうのもう鳥肌立ちました。いや俺の泣きそうやわ、かっこいいみたいなまあやっぱ自分の骨折もあったし、で八村がこうねワシントンに帰らなきゃいけないってことになって、チームがこう下に下がってるのを見てすごく自分もそのプレーとかコートの中でそのチームを鼓舞できないっていう歯がゆさもあったし、でユータと2人でキャプテンっていう感じになってたんで、やっぱちょっとユータに1人に背負い込ませてしまってるんだなっていうのもすごく感じてて、でモンテネグロ戦の前にユータにもっと楽にやっていいよとか、なんかなんていうんですかね、あんまり考えすぎないで楽しんでやればいいよみたいな、はい、っていう感じで言おうと思ってたら急にそういう、あもうなんかそんなことを言おうと思ってたことが失礼だなって思うぐらい、もう本当に全部背負ってそれでもやる覚悟で今日やるんだなこの人って思って、もうそれだけで、いやそれこそ僕も泣きそうになりましたそれ見ていや感動した。トルコ戦から始まってアメリカ戦、でニュージーランドモンテネグロってこう少しずつトーンダウンしてしまったような見え方はあったんですけど、まあやっぱりその自分たちしか知らない葛藤であったりとか、ロッカーがあったりとかっていうのがあるので、代表チームとして結果が出なかったからこそ、みんなで辛い思い共有したからこそ、もう一個一つになれたなっていう思いはあるし、これを東京オリンピックにつなげたりだとか、その後にしっかりつなげていきたいなっていう、はい、じゃあ本当にまさしくいろんな思いがあって日本一丸というのが、まあ、達成じゃないけど少しこう実現化したという、字が固まったような感覚じゃないですかね、変に1勝できたとか、2勝できたとかっていうのもちろんそれは素晴らしいことだけど、全敗できたからじゃあ何も持って帰れなかったかっていうのは絶対そうではないと思うし、全敗で本当に苦しかったからこそ見える人の本質とかもあって、まあその中でもっともっとこのチームが好きになったし、バスケットが好きになったし、日本のバスケットこれからもっともっと強くしていきたいとも思ったし、なんかいろいろいろんなことがいろいろ感じました、はい、なんかそんなんが全部今の B リーグの中でのプレーに反映されてる気がするんだけどな、まあ、僕だけじゃなくてやっぱ代表メンバー、まあ、レオとかも今渋谷引っ張ってるし、そうね、まあ、大輝じゃなくて、大輝だけじゃなくて、ジョージさんももうずっとあの年で成長曲線の角度をどんどん上向かせてるし、聖夜、ね、もそうだし、そうね、はい、まあ、シュートもすごい自信つけて、もうすっかり名古屋のエースやね、完全に、そういう変化っていうのはもういろんなところで起きてる気はしますけどね、はい、一番やっぱりその良かったなって思うのはジャパンマッドネスのドイツ戦でフローター入れたじゃないですか、あの後のババババーンのあのフローターの動画伸びるなっていう来たよほんまに、ね、めっちゃ来たもんコメントあれ言ってたやつですよね、そうあれ良かったです、ありがとうございます、はい、ちなみに、まあ、いや本当にありがとうございます、試合中思い出したりする試合入れて、うわババババーンって思いましたババババーン伸びるって思いましたありがとうございます、はい、すぐ思い出しました結構余裕があったんやね皆様もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。